レッスン2ワンダースクールをご覧のみんな、こんにちは。今日もパルクールの基本をしっかり教えていくよ。先生お願いします。お願いします。今回は縦向きのバランスの取り方の練習です。バランス縦。最初足をつくときはまっすぐ足をついてください。片足で足をついて両手は横に大きく広げてバランスを取りましょう。もう一方の足でもバランスを取ってください。バランスが崩れて降りるときは両足をしっかり揃えて着地してください。なるほど、バランスの取り方もいろいろあるんですね。そういう